イケメン。超かわいいケイちゃん。で、別のモードで。え？目の形似てるんじゃないですか、このちょっとあの三角の。いやいやいや、気遣いもほどほどにって言われた。やっぱね、名古屋の厚さこっちでね。はい。あれが違うとか。今。いやばい。今プロからケイちゃんのムービーを見せてもらってるんですけど、やばい、超かわいい。超やばい。やばい。え、何ですか、未来感。これあれっす、髪の毛がビヨーン。あ、本当だ。やべえ、ケイちゃん超かわいい。そう、すげえイケメン。もう6歳だって。こうして見るとすげえイケメン。合わせようとしてくるし。ロボレスの配信では親子で映ってて可愛かった。あのさ、誰か確認するのにさ、感謝って聞くのやめてよ。今手前の台でカメラ屋さんとメタコさんが対戦してるんだけど、メタコさんがさ、あのカメラ屋さんが確認するために、え、感謝って聞いてくるんだ。やめてよ。ロボレスの配信のケイちゃんはね、神がかりだった。感謝。あ、メタコさんが。俺も感謝のレックスしに行きたかったなぁ。イデア、感謝で魔竜拳だっけ。感謝の、感謝で神竜拳。ちょっと私も一回ぐらいカメラ屋さんに乱入してこようかしら。ちょっと指が痛いからレバー回せないんだけどさ。もうあのね、ちょっと今左手をただでさ痛めてるんだけどさ、ここの中指の、私中指のあたりにこうレバーの玉引っ掛ける感じでやってるんだけどさ、ここに今切り傷作ったんだよね。一番ピンポイントや。本当だから最悪薬指で引っ掛けるしかないかなって思ってるんだけど。そう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 。でも私手そんな大きくないし。まあでもあれだっけ、50円が切れてるんだっけ。ちょっと私の、あ、ある。親指と人差し指使えればやれる。おは、痛めた。おててで格ゲーやってるとおてて痛めますぞ、イデア。
そう、痛めたおててで格ゲーやってるんだよ。まあ格ゲーじゃなくて今日は久々にマジドー3をやったけどさ、いやなんかもうサクッと殺せ的な感じだったから、サクッと殺せるプラスソイヤさんこのキャラクター絶対嫌いだぞと思ってワールド様を選ばせてもらいました。ワールドかエンプレスかのどっちかで考えたんだけど、まあ直接的なダメージがでかいのはワールド様かなと思いました。あんな布っきれ1枚のね、初めて見たときはえって思っちゃったよね。殺意がありすぎるキャラセレ、イデア。殺意がありすぎるキャラセレ。だってね、ハイエロファントとか選ばないでしょ。エロファンとかチャリオとかイケメンっていうと、畜生の悪い笑い好き、イデア。マジシャンも思い出してあげて。マジシャン、あ、マジシャンいたね。なんかイケメンの範疇じゃなかった。行くであるってやつでしょ。まあでもなんだかんだ巡り巡ってフールかわいいよね。アニョーンっていうやつ。ターさんが叫ぶ。悪い笑いって言うな。淑女が悪女になってしまう。マジドロさんは最近ようやくですが可愛いことに気がつきました、イデア。一瞬白黒ゲーム音ありに、わら、イデア。マジドロは一の呪縛から抜け出せなかったなぁ、モミオ？さあ、カメラ屋さんに瞬殺されて帰ってきたよ。万学だよ。え？うん。ちょっと指が痛くて無理でした。というわけで、ただいま手前台でカメラ屋さんに瞬殺されて帰ってきたよ。はい、わら、イデア。へへへ、早えよって言うな。頑張った、私にしては。マイク切らんでええ？マイク切ると何全部音消えちゃってる感じかな。うん？マジドー3は最近ようやくですがですかわいいよね。っていうかマジドー3の限った話をするならば、ですとムーンは私苦手なキャラなのね。あの一直線にどん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 来ちゃうのがさ。だからソイヤさんがあのです選んだ時にあやべえかなとちょっと思ったんだけど、本当デス来たら最悪粘ってノルマ狙うかと思ったんだけど、まあ最終的にノルマ勝ちしたんだけども、まあデスかムーン使って私に勝てない、私を瞬殺できないようじゃダメですな。で音が全部消える。さっきの残儀淑女かん、さ誰だ、誰か
現地で見ていた人がいるかな。一応ね、真ん中の今映ってる、配信に映ってるのは真ん中の台で、私はね、手前の台だね。一番パソコンに近い台でカメラ屋さんにぶっ殺されました。画面が切り替わったんですわ。そしてそのカメラ屋さんが今散った模様。ちょっとカメラ屋さん、私に勝ったんだから死なないでよ。こんばんは。こんばんは。一瞬だけ画面が切り替わった。誰だ？誰かやりやがったな。誰か、なんか黒いパンツの残儀を映しやがったな。こんばんは、ヒデア。これ最後の配信？最後の配信。こんばんは、ヒデア君、ありがとう。すごい。68…万人68万人の皆さんが55万コメント。いやあのとっつぁんじゃないんですよ、おじさまなんですね。あのね、カメラ屋さんの剣隊残儀の画面だったら多分私たまにはいいかなと思ってね。キャーカメラ屋さん、残儀淑女ってすごいね。いやなんかね、ツイッターの質問箱で万学さんがスト2やってるところあんまり見たことないみたいなことを言うから、じゃあまあせっかくだし人がいっぱいいるところで一応やっておこうかなみたいな。あ、両替中止っぽいので、向こう側の両替は向こう側でお願いします。いや最後の記念にやれてよかったです、まあまさかこれからまっすぐ伸びてもらいたいですね。いやーどうしようかな、また KOF に戻るかもしれない。いやーちょっとまた KOF が忙しくて、最近ちょっと友達がほら KOF ってイケメンキャラが結構いるじゃないですか、そのロックの画面をツイッターかどっかで見たらしくて、ああの金髪のキャラクター超かっこよくないみたいな感じだったから、ちょっと今その子をうまいことを KOF に落とし込めないかなっていう画策をしているところで。じゃあ自腹切り配信にもぜひ。自腹切り配信で KOF14。 いやでも KOF14 はなんだかんだで CPU レベルマックスにするとあちょっと強いなって思いましたね。熱編に入ってからって、あの99になってからのKOF の CPU ってあんまり強くなかったんですけど、なんかおっと思うような感じになりました。また弱い。ちなみに残儀を選んだなんか理由とかは？理由、残儀の理由か、自分でもよくわかんないですが、なんか知らないけど、ちっちゃい頃から割となんかでかいキャラクターをなんか使いたいみたいな気持ちが多分自分にはあって、ロックマンのイエローデビルとかなんか超使いたいなみたいなことを昔から思ってて、多分それの延長線上なのかな。でも近所のちっちゃい子の近所の高校生ぐらいのお兄ちゃんから、あの格ゲーやるんだったらサブキャラでもいいから主人公は動かしておけみたいなことを言われて、一時期は竜とかもちょっとやってました。いいこと言うお兄ちゃんですね。あの主人公は要するにその格ゲーの基礎になるキャラクターだから、だからその主人公には格ゲーの基礎が詰まってるか、そのゲームの基礎が詰まってるから、まあ触りでもいいからやっておきなみたいなことを言われて、でも KOF の2003からの主人公アッシュっていうのはタメキャラなんです。タメキャラが基礎になってたまるかと思って、あいつだけは全然使ってない。タメキャラ苦手なの。どっかで見たような話やな。サシシ君登場。お。どっかで見たような話。うん、まあ格ゲーやるんだったらやっぱりね、やっぱりそういう格ゲーに限らずいろんなゲームの基礎としてそういうのは根付いてるもんなんじゃない？ゴールドライタン、あ、いいね。サンアドのアレックスも基礎っていうか、運かなる、いで。アレックスも、アレックスも基礎かって言われると、
サードのあれですね、まずゲームウォッチだったらファイヤーをやれっていうことですよね。そこ、今これ誰と誰かな、シロさんとガロボさんだ。いや今日は最後だからなんかもうみんなが来てくれて、いやありがたい、すごい人数ですね。正直なんか私この中で乱入していいのかなっていう気分になっちゃったけど、いやいやいいですよ、まあ、カメラ屋さんなら許してもらえるいやこれね5年後とかにもうすごいあのプロゲーマーとかになってるかもしれないじゃないですか。いやいやいや、やんない、e スポーツでやんないやんない。ハンター女子プロの、女子プロのっていうとなんか女子プロですみたいな、ジャッキー上田とジャッキーバンガ草藤みたいな、なんでハンターとセイバーの主人公カプコン。クレジットがあれば誰か誰に乱入してもいいんだ、今はクレジットが微笑む時代なんだ。イデア、クレジットがあれば、そうだよね、そうなんです、ありがとう。そこに対戦台があるからありがとう三男イデアでもさ、やっぱりゲーセンに来るとさ、女っていうだけで何癖つけたい人はいるんだよ。いや 1P 側に10人、 2P 側に6人ぐらいかな。あ、ガロボさん今日は本当にお疲れ様でした。なんか一言、ちなみに俺はあ、ガラボーです。今までお疲れ様でした。お疲れ様です。ま、あのまた別のゲーセンで会いましょう。おー、はい、よどうもありがとうございました。ガロボーさん、今日は大活躍のガロボーさん、お疲れ様でした。おー、ガロボーさん、イデア、イデア君もね、なんだかんだ、ん、お前とやってもつまんねえか、それフェイロン使ってるかちゃう今画面に映ってるのは、1P 側がシロさんの竜、 2P 側はマッツンさんの、あのカナダカナダキラーカナダキラーは俺だから、えあ、カナダキラーキラーカナダキラーをキラーするのがカメラ屋さんです。マッツンがカナダの大会で、優勝してきた次の週に俺が優勝してるって、もう譲り受けた感じですよ。本当それ、本当それ引っ張りますね。ザンサムとかサイバーボスとか機械王が戦え、機械王。引っ張る、わら。引っ張る。カメラさん絶対引っ張るもん。いやこれ一生言うから。コモダさんですね、今カメラ屋さんなら許せる気がする、わらわら。カメラさんに一つお聞きしたいんですけれども、お、先ほどバンガクさんが対戦相手とした時のあの削りフィニッシュでもなんでもないあの昇竜烈波ぶっ放しはあれはなんかすごい感謝のかけらも見当たらなかった行動なんですけれどもいやいやあのこの前カラオケで感謝の歌いっぱい歌ってきたんで、感謝、イデア、なんかこんな俺が歌ってたっていうよりもなんかみんなが感謝の替え歌なんかすごいいっぱい歌ってくれたんですよね。感謝じゃなくてコマンドランダーって歌ってた人もいたけど感謝あら感謝あらとか歌ってたのになんかカオス、わら。ここに来るようになって 3時間ぐらい感謝の歌ってましたよね3時間か、いやもう、ああでも3時間ぐらいかまあまあとりあえず感謝とダイヤスっていうワードがどれだけ出たかもう数えきれないほどあれ忖度ってやつでしょアリカラー様、閉店後、
2時近くまでお店の前でずっとだべってて、終電ないのをいいことにそこから、まあ、この時間なら何時に行っても空いてんだろうって言って、9人の戦機がカラオケに押し寄せて、みんなで感謝の歌を歌ってた。仕事だった、イデア。わあ、まあお仕事とか用事あったならしょうがないです。残念ながら。仕事でね、来れなかった方、本当残念です。新宿で朝チューンしたよ。またどっかでね、また忘年会やりたいですね。ああ、そうですね。ちょっと、この間離れみたいなところでずっと、万岳さんとソイヤ君とモミジアと4人で、ツイッターのモミジアのアイコンが似すぎだとか、そこら辺についていろいろ話してたんだけど、新宿で朝チューンした、なんかちょっとエッチもう今日まだあれ23時半あ、俺1時間間違えてた。いや今日かなり早かったですよ。早く来たからなんかまだ10時半かと思ったら、あの似顔絵はちょっと内面までかもう書き記してて相当やばいです。今画面はペコさんの件ですね。あとワンピー側はサシシ君。いやでもここ来るようになって、また疎通触るようになって、当時いろいろ、まあ捨てる人は捨てたかもしれないけど、いろいろ知らなかったこと、知識っていうのがまた身についたりとか、全然もう足払い化けるから全然使ってなかった剣使うようになったりとか、いろいろありましたがホンダがコンボ食らうと2ヒット目からしゃがみから食らい始めても立ちやられになるとか、そこら辺も全然知らなかったし、剣の竜巻の膝が当たると立ちやられになるとかも知らなかったんで、なんかすごいテクニカルな話になってるんで、ちょっとあんまりよく分かってないんですけど、いやコンボってなんか、ホンダってコンボ食らうと2ヒット目から立ちやられになる、はい、っていうのを調べて情報を見るまで知らなかったんで、すごいっすね。すごいっすね。もうさらっとホンダとも対戦とかやっと脅したはずなんだけど、20何年経っても新しいね。そうですね、知識が。ヘビメタコさんのキャミですね。ちょっと下が回ってないですけどね。ねえ、おややさんに小茂田さん、小高くんも来てますよね。ちょっと豪華ですね。秋のあれはやっぱり最後っていうこともあって、プロも来てくれましたし、秋のあれっていうのは、この前はね、マシンザンギさん来てくれてましたからね。は一生懸命有名な声かけてたんで、大会の時間にはターさんに誘われてきましたとか言ってましたよ。大会の時間にはちょっと帰んなきゃいけなかったから大会には出てないんですけど、日曜日来て、参加者の人との試合で対戦してくれてたんで。マシンザンギですね、梅原漫画に出ている、
おけやさんのあのジャンプ大パンチ空中竜巻大足はあれはフィクションだけどあのマシンザンギはかなりノンフィクションだって聞いたんですけど、この前戦ったらなんかあの亀梨さん戦い方変わったねって寂しそうに言われて、あ変わったんだなって、そうそう、うん、どうなんだろう、昔の亀梨さん知らないかな、ちょっと飛びすぎかなみたいな感じだったの、あのアントビとか竜相手に、はい、昔アントビとかしてなかったみたいで、はい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 、まあ、遠くから波動拳で打ってたのかな、いやあのカメラさんというとブランカのイメージしかないからここ来てずっと剣使ってるの見てあれって思ってたんだけど、一つのね初代の時にあの本当は剣使いだったんですけど、はい、団体戦する時に、はい、剣じゃ役に立たないから、はい、あのチュンリーダルシム倒せるキャラにしろって言われて、なんか消去法でブランカになったんですよね、一将棋でダルシム使い、はい、チュンリー使い、はいはい、あの谷島くんと姉ちゃんいて、チュンリー姉ちゃんと、はい、KK ガエルがいて、はい、あの残ったのブランカ、ホンダ、ザンギしかいなくて、はい、その頃ブランカがね、結構チュンリーを倒してたんですよ、はい、当時ね、ダルシムチュンリーだからもう、なんですか、やることなかった、エントリー、勝手にブランカでエントリーされるっていう、うんそしたら外向きにはなんかブランカ使いだと思われちゃってて、はい、あブランカ使いというわけではなかったと、あヨガ本で攻略担当までさせられてたけどそうそうそう、本当は違うんですよ、あのあ石格闘はブランカで削除法でよくブランカを割り当てられる剣はまあ龍剣戦が好きだったんで、はい、そうですね、龍剣戦は初代からやっぱりなんかこだわってやってる人っていうのいて、意外とでも本当細かい動きとかにあの個性とかそういうの出るんで、そうですね、うん、でやっぱりたくさんこなす分そういうのが分かりやすくなって面白いですよね、色だけでなくね、動きでプレイヤーが分かるからね、もう色と動きだけで、あ、これこの人だなって分かりますよね、分かる分かる、うん、まさか今日はカラオケ行かないですよねまさかのまさかのそれはさすがにまた感謝を布教しようとしている2時ぐらいだったらいけるけどターボの小足スクリューハメ、ボタン話もそうですけど、流血戦特に相手 の立ち回りの本当にギリギリの距離になった途端にスクリューが入るみたいな、本当にそういう立ち回りだったそうで、その頃は僕はちょっと地元に引きこもってたんで分かんないですけど、なぜ2時あいやなんかあの 5時間ぐらい寝たいなぐらいのああ2時までってこと、2時まで2時まで、はい、いやてっきり、はい、一旦家に帰って2時になって家族が寝静まってからこっそり出てくるとかそういう話かなと思っていや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 、最近娘もその、はい、年とともに何ですか夜更かしするようになって、そうですねやっぱ年齢いくとなんか夜更かしするとかっこいいなんか年代ってあるじゃないですか、はい、なんか深夜ラジオ聞いてましたみたいなさ、なんか、はい、明るくなるまで起きてるぞみたいな、そう、それが自慢になっちゃうみたいなそんな世代なんですよ、ああじゃあだから俺が夜遅く帰ってきてもなんかまだ風呂入ってないとか言って、はい、なんかぶつかるんですよ時間が
このマットマウス時間がちょうどなんか娘とぶつかって、俺もこんなに一生懸命働いてきたのに、さらにお風呂待たなきゃいけない。働く美容にはマイナス。いやー、ただ俺はマットマウスから帰ったらすぐ風呂入りたいんだっていう、と言ってやれ、マットマウスでわらわら。マットマウスで働く、でゲーセンの店員さんかな。マットマウスで風呂は入らないからね。マットマウスのこの建物は一体何になっちゃうんですかね、この後。なんか使いづらそうな建物だけど。そうなんか4階5階ぐらいまであるの。はい、あの半階ずれぐらいで、何になるんだろう、なんだろう、横浜にあったのセブンアイランドってゲーセンもそんな感じだったけど。あ、セブンアイランドも何になってんの今。いや、横浜全然行かないんで。そう、最後に横浜来たのいつだ、3年前か。アウショップも消滅。通り道にはなるんだけど。全部英雄になったらすごいね。全部英雄。俺のそうね、何になってほしいですか、逆に言うと。もうなんか横浜行かないんで何になっててもいいや。ただ、あ、いやいや、こっちこっち、マットマウス、マットマウス、マットマウスがですか、うん、あ、やっぱりゲームセンターかな。かぶいた、あの経営者が、うん、1階だからさ、あの2階はドコモでさ、3階ソフトバンクだよね。あの見るだけだと海外の人を見てる、たまに見てる人いて。海外、はい、カナダの。あのツイッターでマッツンさんがあの回せたけど、あの海外のスト2のサイトでここの閉店が惜しまれるような記事が出てた。そうなんだ、はい、多分あの木曜だけなんだけど、あの、うん、スト2盛んなゲーセンでちょっと勘違いされてる節が。本当にもう木曜以外は誰もやってないって感じなんだけど、いやでもマットマウスなくなっちゃうとゲーセンで一つやろうとすると溝の口であのハイパーネシカのハイパーをやられるしかないから、ちょっと頑張って綱島行って50円でハイパーとか、そんなぐらいしかないから、どのみち対戦相手がいないっていう。社長の今後が気になる。マットマウスの経営者っていうことかな。川崎ウェアには X なかったっけ。ウェアハウス X ありますね。ウェアハウス遠いな、溝の口からだと。そうですね、ウェアハウスは結構好きなゲーセンなんで、あの木曜ウェアハウス。なんで木曜にこだわるんですか。あのなんか、他のゲーセンとぶつけないために木曜にしたりしたんじゃないの。なんかバーサス火曜日とかさ、あのそうですね、金曜に都大戦かなんかあって、大体土日に大きい大会とかそういうのが入るからだって、あの聞いたような、うん、ウェアハウスは X あります。 X とハイパーが並んでて、基盤のハイパーがで、 X が2ラウンド選手でハイパーが3ラウンド選手っていう不思議な設定で、あそこはね、ガントレットがあるからたまに行くんですよ。
結構侮れないレトロゲームが入れてあったりするから、うん、僕も行きますね。あのリブルラブルがあった時はだいぶ感動しました。今は連付きでドラゴンセーバーがあるのかな。これはね、色的にヤヤさんのガイル、サシシさんのリュウガイル、これは見ものですね。あれガイル戦全員じゃなかったっけ。そうそうそう、ガイル戦全員とあれでしょ。まあまあ、まあ、俺あんま全員とかね、そういう言葉あんま好きじゃなくて、なんか、あ、はいはい、よくわかんないんですよ。なんかあのガイル戦に定評のある紹介されたりするときに関東なんちゃうとかなんか言われたりするんですけど、はい、誰が認定してんのかなと思って。確かに確かに。行ったもん勝ち、行ったもん勝ち。グラピョン見てるか。お疲れ様でした。ペコさん、ペコさんはね、ペコッと帰ってきましたね。クラピョン見てるか、多分見てる時間があったら対戦してそうな気がどっかで。もうクラピョンっていう感じでもうなんかある程度絞られますよね。最近秋葉原とかにいるの、いるときありますよね、クラッシュくんね、うん、そうですね、秋葉原はやっぱり兵の10円 X があるから。行ってきますか、カメラ屋さん。いらっしゃい。10円で X っていうと立川にもあるんだよな。さあカメラ屋さんが再び対戦に行くとこうかな。どうもマイク帰ってきました。カメラ屋さんの剣とマッツンさんの剣に殺されてきた番楽だよ。みんな元気かい。マッツンさんにも乱入したんだ。マッツンさんにも乱入したがやっぱり秒速で死んだわ。レバーがあれだけどな、それはヘイト、タチカ、どっちの話なんだろう。祝女配信台に入って無茶しやがって。祝女配信台に入って、配信台、あのさっき祝女があのカメラさんに乱入した時に切り替えようと思ったら、うん、なんかカラーにならなかったから、なんか一瞬だけ画面に映ったって言ってたけど誰がやりやがったと思って。ああ、レバーヘイですか。ヘイぐらいだったら僕はあんま気にしないんだけども、やっぱ昔からやってるおっさん勢だとそこまでデリケートにレバーに、あの本当効かないとか言ったらもう論外だけど結構今だったら切れられそうなぐらいの、メンテナンスの微妙な店って昔は多かったんで。立川で10円だと、うん、マッツンさんが吠える。さあ手前台で立川に10円で X あります。シロさん対マッツンさんからシロさん対カメラさんに手前台変わりました。手前なんかこんなにいっぱい人が来てるのに手前だけがいつもの鹿島だ。ヘイと一緒で、キャッシュ10円玉ではなく、交通系のとか IC カードでの支払いオンリーですけど。
レバーのすっぽ抜けるはやばいですね。なんで声出てるんだ。初代の頃とか、尺G でこう強い人集まって大会やってるっていうんで行った時とかもうアップライトの筐体でなんかレバーもちょっと斜めについてすごくやりづらくて、で飛んでないのに飛んじゃう人が多かったんで、なんか尺G ジャンプとかバラモンジャンプとかいろいろ呼ばれてたんだけど。ちなみにただいま画面に映ってるのはややさんのガイルです。去年潰れた店あるのにどこだ、立川台東だったかな、多分立川の10円ストツの話だと思うんだけど。世界チャンプの剣使い、そうですね、カナダカップで連覇をした人は初めてだっていうし、この配信何分まで、でそのカナダで優勝したマッツンさんを次の週に倒したっていうことをカメラ屋さんがアイデンティティにしてるから、この配信は、閉店時間までとなります。駅の近所の閉店時間かっこ笑い、いや閉店時間は0時ですよ、0時ですよ。ただ鹿島はちょっと時差があるらしいので、僕行ったことないんで、立川の台東にあるっていう話までしか聞いてないんで、まあ多分駅前だった駅の世界チャンプではないカナダチャンプですバイ正月、これマジマジのかな、マジかな、マジで永田さんかな、うわー多分他の人はつけないと思うんだけど、マジでな、マジ永田さんだったらお疲れ様です永田さん、正月さん正月永田さんかなあれじわじわ来るんだよな、海外の人々の配慮0010時マットマウスカシマダキン川崎、あそういえばこれはマッツンさんにらしいっす。そして私のお水はもうないのか、あなたに乱入していたら時間を忘れたんだあなたに乱入していたあたりでもう間に合わなかった模様死んでたわ。まあ25時までやってるとこあるしな。25時まで、それはまあ25時までっていう営業時間で定めてるんじゃない？プレイヤーも複数います。実質これが X 最後の配信になるのかな。そうかな。X 最後の配信になっちゃうかね。そう言われるとなんだかしんみりだね。ハイパーしかないんだっけ。バーサスとか裏はとかあるから。マイクどうぞ。小高くんが帰っちゃいます。はい、あ、またいつか
いや、鹿島田の X 配信って意味です。あ、ソニックの出際でお願いします。ソニックの出際でお願いしますだそうです。お疲れ様です。いつも何も最後でしょ。ソニックの出際わらわら。今日は小高さんにも実質もないも最後。さすが小高。今日は小高さんにも来ていただいて、日本語の勉強会しないで。シロさんがラッキーラッキーって。これが X 最後の配信になるのかな。ややサガットが順調ですな。そうですね、今度の日曜でこの鹿島田マットマスは閉店となってしまいますので、うん、この鹿島田からの配信はまあその後にまたゲームセンターが入って配信可能とかとんでもないことにならない限りはこれが最後になりますね。おっと、ややサガットにメタコキャミー乱入。メタコさん頑張れ。っていうかメタコさんに1回ぐらいは何か美味しいものをご馳走したかったが、せっかくのラストだ。あんなに楽しく見ようではないか。あんなにいっぱい、ではいつになるやら。毎週毎週メタコさんに美味しいものをご馳走になってしまったから、西セガではいつになるかな。西セガでできればいいね。またなんかみんなでワイワイやれる場所があるといいけれど。ややサガットがいる。ややサガットじゃない、ややがいる。そうですね、プロのガイルですね。ごめん、なんかややサガットっていう一つの単語でなんかインプットされてる。お、メータコさんやった。あ、今ニコニコの配信画面を見てたから、ちょっと今ラグがおったね。実際の画面はこっちだ。ノア。西瀬がなら今より来やすくなるが。西瀬がなると僕はもう、まあ、まあ、新宿の方が圧倒的に便はいいでしょうね。おっとカメラ屋さん登場。みんな大好きカメラ屋さん。カメラ屋さんの件が。そうですね、カメラ屋さんですね。カメラ屋さん飛ぶようになったね。でこう寂しがられる。お家から鹿島田まで90分。カメラ屋さん。0時だからマットマウス時空に突入ですね。イデア。はい、0時突入。0時入りました。0時という名の23時50分鹿島田時間突入。最後の鹿島田時間。ああ、あと10分か。さあ12時を回って真の決勝戦ザ・ファイナルですね。もう本当にこのお店が、まあ日曜日もなんですけれども、最後の試合勝ったやつが
優勝者ということになります。現在は、手前の台で白石さんと松さん、奥の台で、真ん中ですね、カメラ屋さんと八重さんというカードでございます。あ、そういや君いたの、イデア明石とは距離離れているし、いやいや、肩着ですよ、ちゃんと肩着ですよ、皆さん言われて今こっち側見ちゃったあー確かに今すごい3連生並んでるけどこっち俺が言ったんじゃないよ、 2P 側みんなヤクザみたいだって肩着じゃない人がいいらしい、肩着ですよ肩着さあ12時2分あと8分、そういや、それもおかしいんだけれどまあこれよりも最後かな、ひどいこと言うね、イデア。さあ、真の決勝戦、木曜日から、来週木曜から、まあ、考え中ということで、まあ、またね、相談しつつ、チンピラみたいな人、今後どうなるかはね。でもなんか世の中の男性って30代半ば過ぎるとみんなヤクザみたいだよねそんなことない、なんか俺この間タメの友達とずっとそんなこと話してたの、なんでみんな渋みが出るのかね、渋みが出るとチンピラに見えるの、チンピラ、チンピラではないな、本物だな本物。そいや君め大丈夫、イデア、これで終わりとは言わせねえよ、そいや君自腹配信まとまってるよまたね、どこかで僕が自腹切ってる姿楽しみにしててください自腹を切ってる、どこかで自腹切ってるかもね、ゲームをプレイしている姿とかじゃないんだ、心は優しいのさ。さあ12時3分あと7分、木曜のマッドマウススーパーツツ X 対、対戦会もこれで最後でございます。そういや君には元週のターミネーターの自腹やってほしかった、どうやって配信すんの、俺友達じゃないよな、まさか見てないよな、何リア友、そうさっき来る前にお茶してこんな話をしてたから、うん、そうだとりあえずあの次のホークスからこれが運営全部やるから約束やろうかじゃん、ちゃんとしてねえじゃん、なんだ、なるほど、眼臭のターミネーターの自腹か、筐体持ってきてほしかったな、12時4分さあ今日も小走りと、さあ3セットフルカードですね、あと5分、ちょっと手前の台に変えてみましょうか、あ、昭和の一つになってる、ボタンだと思うんだよな、ちょっと画面コロコロ変わっちゃうけどごめんね、松江さんが勝つと言って座って投入、まあ最後の方なんて
ヒロさん、ないでしょ。映画とかでもクライマックスになるとね、ガガガガガ、う、助けてくれみたいなシーンあるでしょ。あんなもんすかね。今、ブリキ工務店がちょいちょいちょっと手直ししてくれてます。とりあえず、白さん10体、松野さんの件。ブリキ工務店、どうですか。あー、これは新しいものね、買い替えだね。あー、ま、消えた、画面消えた。あ、ついた。大事なために大事な逆転。まあね、火山の火口のところで戦ってて、煙でこう白黒になってるっていう風な、いいじゃないですか、最後らしくて PV みたいだね。おめでとして、あと3分、12時7分。いや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 、今から無理無理。さあ、ワンピーが入るのはヘビさん。即番。即番ってすごい。これはメタコさんのキャミー乱入。エロプロの文章待ち始まるか。おそらく次の戦いが真の決勝戦になるかもですね、時間的にね。最後の決勝戦。火山の火口、14。いや、火山の火口はなんか、鉄拳かな、それをなんかイメージしました。さあ、あと2分切った。カメラおじさん、ワンピー開いてますよ。さあ、鹿島田、マットマンス鹿島田、新川崎、名カードでございます。多分100回以上はこの対戦会でも真の決勝戦として当たったのかな。ワンピー側カメラさん、ツーピー側マッツンさんと、さあ、真の決勝戦色が分かるのよ。カメラ剣対マッツン剣。さあ、真の決勝戦だぞ。今ハードを打ってこかしたのがカメラ屋さんですね。さあ、カメラ屋さん絶叫。スーピー側にいる。渾身の背負い投げ。時間ないよ。最後の最後でポクッと。さあ、1ラウンド選手はワッツーさん。時間が12時9分。これが最後かな。最後どうなるんでしょう。このラウンドか次のラウンドか。さあ、負けると足りないんじゃないか。感謝が最後だから感謝出し切って。ありがとうしてますか、それとも感謝じゃないのか。上流拳はどうなっちゃうのと。はい、というわけで松本の勝利。さあ、12時10分。はい、お疲れ様でした。さあ、このね、最後の締め、優勝者は松本さんです。おめでとうございます。いやー、着地ジャンプで負けたよ。最後着地ジャンプすごい、あれだね、バラモンジャンプでしたね。飛んでないよと。何でしょうね、これね。なんか、昭和らしさ。なんだろう。まあ、長い夢を見ていたようだったですね。まあ、この4年間ぐらいね、本当にいろいろありがとうございました。いやー。ね。何でしょう。本当にね、いろいろありましたよ。この4年間。どんくらいいろいろあったのかって言ったら、もういろいろとしか表現できないぐらいいろいろ。まあ、大半忘れてるって言ってたんだけど。
いろいろあったようななかったような、いや本当ありがとうございました。そうですね、あのヤーヤーさんからのありがたいお言葉を聞いて締めにしましょう。まあまああれだな、これから困ったことがあったら俺の魔界村のプレーを思い出すといいよそれほぼほぼさ、おおなんだこれどうすんだよみたいな、そういう弱音吐いてるのしか聞いたことないけど大丈夫なの。まあ、間違っても、うん、モンスターランドを思い出したな閉店だよみたいな感じで思い出されたりとかねあれな、あれはダメだぜ。そうだね、うん、さあということで時間もね、あれだからね、僕らは駅まで小走り、12時20分、通常時間で12時20分が終電なのでね、あの今まだ鹿島の時間の12時1分19分もあんじゃんって感じですけど、実際ねないですからね。ということでありがとうございました。160回、これにて終了です。 いつかまたどこかで、さようなら。パチパチパチ、おつえぬ急げ。